ロンドン塔はイギリスの首都ロンドンを流れるテムズ川の北岸に築かれた中世の城塞です。城塞の建設は900年以上前の中世に始まりました。1066年、ノルマンディー公ギョームはヘイスティングの戦いでイングランドを打ち破り、この年のクリスマスの日にウェストミンスター寺院でイングランド王ウィリアム一世として戴冠しました。そしてすぐさま新しい国王の首都ロンドンの守備固めを始めました。砦はテムズ川左岸のローマ時代の城壁の南東部に土を盛った小山の上に建設されました。この砦は町の防衛を口実に建てられましたが、実際の目的は市民を威圧することでした。周囲を高い柵で囲まれた砦の館は簡素な木造の建物でした。10年後、イングランドを完全に支配したウィリアム一世征服王は、従来の防衛手段を要塞のような石造りの壮大な建物に建て替え、ロンドン塔と命名しました。面積7万ヘクタールに及ぶ城塞は何世紀にもわたって改築されました。そして歴代の王は長い歴史の中で防備を強化し続けました。テムズ川の近くに立つデブリンタワーは、時代の求めに応じてその目的は変わりました。一般的には牢獄や宿泊設備などで構成されたロンドン塔を守る入り口として建設されました。クレイドルタワーはエドワード3世が船で着いた時、ロンドン塔に入る入り口として作られた王専用の門でした。1275年から1279年にかけてエドワード1世の命で建てられたトレイターズゲート。門はセントトーマスタワーの一部として中世の熟練建築家ジェームズによって設計されました。トレイターズゲートは長い間裏切り者の門として知られてきました。反逆罪で捕まった多くの囚人が牢獄につながれる時、この門を通り抜けたのです。囚人はテムズ川に沿って小舟で運ばれました。中世の王と女王によって使われたロンドン塔の宮殿は素晴らしいインテリアに囲まれています。エドワード一世の財政の報告書によれば、国王のベッドを作る材木にかかるわずかな金と、イングランドを通って輸送するための11シリングの支出を細かく記録しています。寝室から離れた小さな礼拝堂はロンドン塔の中で最も静かな空間です。小さな礼拝堂は中世の宮殿と儀式の部屋の近くにありました。かつてのガーデンタワーは血まみれの塔ブラッディータワーと呼ばれます。
1483年、二人の若い王子が塔から姿を消し、200年後に遺骨で発見されました。彼らを殺したのは、叔父のリチャード3世だと言われましたが、謎のままです。白い石材で彩られた城塞の拠点は、その壁の色からホワイトタワーと呼ばれます。白い石灰岩の石材は、王の出身地であるノルマンディの環地方から切り出されました。建設は1078年、ウィリアム1世征服王の下で始められました。建物の高さは27メートルを超え、壁の厚さは 4.6 メートルにも及びます。この堅固な要塞は、国王の力を誇示するものとなりました。要塞と王宮を兼ねた地上3階地下1階のこの城塞は、その後の城塞建築の基準となりました。2010年、ホワイトタワーではチャールズ2世の王政復興350周年を記念して、チューダー王朝をはじめスチュワート王朝、ハノーバー王朝、そしてウィンザー王朝の武器と武具の展示会が開催されました。ヘンリー8世の甲冑などが展示されている武器博物館は、ロンドン島で古くからある施設の一つです。その起源は、イングランドの中世の王の兵器庫に始まると言われます。武器博物館に残された記録には、博物館の最初の有料入場者は1545年にホワイトタワーでヘンリー8世の個人的な兵器庫を見た外国の高官だと書かれています。ロンドン島は2009年に国立武器博物館と協力してイギリスの王座500周年を祝うためにヘンリー8世の個人的なものを含めた甲冑や武器など軍装備品の壮観な展示会を開催しました。国立武器博物館の収蔵品は古代から現代に至る武器や甲冑、大砲などおよそ7万点で構成されています。1080年に完成したセント・ジョン礼拝堂はロンドンで最も古い礼拝堂で、初期ノルマン様式の宗教建築の傑作です。歴代の王はここで戴冠式の前夜を過ごしました。13世紀ヘンリー3世の時代、ロンドン塔の周囲には13の塔を備えた城壁が作られました。その後さらに外側にテムズ川の水を引いた深い堀に守られた環状城壁が建設され、二重の城壁に守られました。歴代の王が居住していたロンドン塔には中世以来動物園や天文台、造幣局などが設置されました。そして15世紀後半からは牢獄や処刑場としても使われるようになりました。ランタンタワーは夜のテムズ川を航行する船のために塔の上に置かれたランタンにちなんで名前が付けられました。1845年ホワイトタワーの北側に建てられたウォータールー兵舎は国王の射撃兵のために作られました。そして現在は王室の貴重な財宝を収蔵展示しています。
財宝を収蔵展示するジュエルハウスは1967年ウォータールー弊社の生翼に作られました。周囲を守る城壁と堅固な塔で構成されるバイワードタワーはロンドン塔の主要な入り口です。塔は1238年から72年の間に建てられました。そして農民の反乱があった後の1381年、リチャード2世の時代、防御はさらに強化されました。入り口は門と落とし格子によって防御されていました。レッゲスマウントは北西の隅の防備として機能します。レッゲスマウントはロンドン島に投獄され1691年に亡くなった17世紀のイギリスの海軍司令官ジョージ・レッゲの名前が付けられました。ビーチャムタワーはホワイトタワーを囲む内側の防御壁の一部としてヘンリー3世とエドワード1世によって建設されました。塔は長い歴史の時々で囚人の収容に使用されました。ビーチャムタワーは軍の中尉の宿舎に近く重要な囚人を収容するのに理想的でした。壁には幽閉者が刻んだ刻印が残ります。千年に及ぶ歴史を持つロンドン塔は1988年にユネスコの世界遺産に登録されました。ロンドン塔は間近にタワーブリッジを望む商業の中心地シティに立っています。そしてロンドン塔を見守るようにそびえるタワーブリッジの塔のデザインはロンドン塔の景観と調和するように設計されました。